G2 徳山モーターボート大賞を制しました田村貴信選手が登場いたします。皆さん盛大な拍手でお迎えください。見事優勝いたしました田村貴信選手です。優勝おめでとうございます。それでは早速ですが、これより表彰セレモニーを実施いたします。まずはじめに国土交通省中国運輸局長賞の授与です。プレゼンテーターは国土交通省中国運輸局山口運輸支局次長梅田修一様です。梅田様お願いいたします。梅田様より田村選手へ優勝カップが贈られます。皆様ありがとうございました。以上国土交通省中国運輸局長賞の授与でございました。続きまして日本モーターボート競争会会長賞の授与です。プレゼンテーターは一般財団法人日本モーターボート競争会徳山支部執行役員山門昇様です。お願いいたします。山門様より田村選手へ優勝トロフィーが贈られます。ありがとうございました。以上日本モーターボート競争会会長賞の授与でございました。そして続いて周南市長賞の授与でございます。プレゼンテーターは周南市長藤井律子に代わりまして周南市モーターボート競争事業管理者亀割昌司でございます。お願いいたします。それでは優勝しました田村選手へまずはウィナーボードが贈られます。続きまして優勝トロフィーが贈られます。ありがとうございました。以上周南市長賞の授与でございました。以上で表彰を終了いたします。それではプレゼンテーターの皆様はここでご講談ください。ありがとうございました。それでは優勝しました田村貴信選手にインタビューを行ってまいりたいと思います。さあまずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、皆さんも意外だったと思うんですけども G2 初優勝なんですね。そうですね、はい、何回か優勝しそうな時あったんですけど、はい、初めてできました。はい、これで全グレード制覇したということになりますね。はい、ありがとうございます、はい、おめでとうございます。さて、その G2 初優勝となりました今日のレースですが、優勝インタビューで伺った時にも船足は、まあ、いいよということをおっしゃってましたが本番レースどうでした？そうですね、他の5人も皆さん良かったですね、はい、アドバンテージは一つもなかったですそんな中での優勝戦でしたが、はい、スタートいかがでしたか？なんか板から行ったみたいな感じなんで、ちょっとスタート展示でフライング切りすぎてあまり自信はなかったんですけど、まあ正常で良かったです、はい、さあ一瞬1マーク回って、まあ、どうでしょうその後の展開というか。そうですね、もういいスピードでターンマークを漏らさず回れたので、まあ、刺されてないだろうなとは思いながら走ってましたけど、はいはい、ではもうその後は自信を持ってというか余裕もありました3周。そうですね、まあ、よほどのことがない限りは抜かれないだろうなと思いながら後ろあまり確認せずにずっと自分なりに走ってました、はいはい、さあ実初優勝となりましてウィニングランもございました。寒そうでしたけれどもファンの方見えました？そうですね、たくさんの方が手を振っていただいて、
やっぱ嬉しいですね。ね、はい、嬉しいですよね、はい、さあ2023年始まったばかりですが、今年どんな1年にしていこうかなという。そうですね、もうしっかり落ち着いてマイレース走ることを目標に今年は立てているので、特に何かを優勝したいとかはあまり立ててないです。はい、そうですか、はい。まあね、ファンの皆さんの声援たくさん聞こえたと思いますが、この最後まで残ってくださった皆さんにこれからの意気込みなども含めて一言よろしいでしょうか。そうですね、徳山もともと好きなんですけど、なかなか優勝には届かなかったので、前回優勝したのはかなり前なんですけど、まだ次来た時もグラチャンがあるんですかね、はい、今年、はい、とりあえずまた来れそうな感じなので、来た時にはしっかり優勝を目指して走りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、見事優勝しました田村貴信選手でございました。おめでとうございます。それではプレス撮影を行わせていただきます。ではボードを足元に置かせていただきまして、どのトロフィーがいいとか記者の方ありますでしょうか。真ん中の、はい、持っていただきまして、ちょっとね重そうですけどバッチリ撮ってください。トロフィーを変えて撮影もしましょうか、はい、優勝杯をよろしいでしょうか。はい、そちらです。よろしいでしょうか。はい、ではお預かりいたしまして、それでは見事優勝を果たしました田村貴信選手退場となります。皆さん盛大な盛大な拍手お送りください。田村貴信選手退場です。また入賞おめでとうございました。